Hi, it's me, your girl. Thank you for watching. 本日は、駆動詞の動画になります。本日紹介するのは、スラングですね。スラングといっても特別こう若者だけが使うっていうよりはもう全然幅広い年齢の方もう自由に使えるフレーズなので、これ私も、たまに使いますね、そういう場面に来たら。で、最近あったんですね、まさにこのフリークアウトを使う、ような状況がありました。はい、フリークっていうのは、結構いろんな意味ありますね。名詞でも形容詞でも動詞でも、でもあんまりいい意味ではありません。名詞だと変人とか奇人とか、なんかあの人ちょっと変わってるっていう時、 He's a freak, freak っていう風に、言うし、あとですね、こう動詞の意味も、興奮する、ただの興奮するじゃないんですよ。なんか薬を使って、なんかいかにもね、日本じゃこう生まれないようなこう発想ですよね。こう薬を使って興奮するとか、動揺するとか、なんかそんなような、言葉です。はい、そして out、 out は、中から外とかですよね。なので、私これ、動揺するに out なんだよ、どういうことだろうって、ちょっと私なりの分析解釈は、やっぱアウトはもうお手上げとか仰天とかあーっていう感じなので、そうするともうアウトですね。こうなんだろう、広がってますね、自分のこう体というか、こう表現がですね、あーもうお手上げっていう時のアウトなのかなっていう感じで、解釈しております。はい、 freaked out でビクビクさせるとか動揺させるですね。動揺するを upset、upset を使ってる方も いると思うんですが、 upset よりもこう恐怖、怖いとかやばいとか、そういう感じですね。で、動揺する。で、私はですね、もうまさに freaked out した経験が最近ありました。ちょっと電車に乗った時にもうガラガラだったんですけど、とある男性が、いまして、車内にちょっとこう挙動不審だったんですよね。なんか独り言が、言ってるような感じで、あ、ちょっとなんか変わってる方だなみたいな、私のところに来てほしくないなって思っていたらですね、近づいてきまして、もう車内ガラガラなのに私の隣にピタッと座ったんですよね。もうその時点でThe man freaked me out ですね。何もしてないんですけど、とても失礼なんですけど、ちょっとなんか怖かったんですね。The man、 そういう時です。なんかこうバクバク、心臓がドキドキ、嫌だな、もう動揺しています。 The man freaked me out でですね、カバンをゴソゴソしだして、何取り出すんだろうって、もう怖いですよね。勝手に怖いって思っちゃって失礼なんですけど、そしたらですね、絆創膏を出して、指輪、私はこう指輪好きなのでよくつけてるんですけど、指輪が傷つかないように絆創膏を貼りますかって言われて、結構です、 No thank you って言ってですね、なんか英語で言ったような感じかな、なんかもう言葉が通じないような感じに、なんかとっさにそんな風にして身を守った気がします。ちょっと怖かったです、ちょっとじゃない、結構怖かったです。そんな時です。そういう経験ありませんか？予測がつかなくてですね、やっぱドキドキしちゃう。でですね、で、freaked out はこの3パターンで使えます。まず他動詞で使う時、そのビクビクさせる人だったり事象だったりが主語に来て、今回の私のケースで言うと The man freaked me out、私をビクビクさせた、動揺させたってことでですね、フリークの後に、自分が来てですね、自分じゃなくてもいいんですけど、人が来て The man freaked me out ですね。じゃあ例えば、じゃあ別の女性をちょっと動揺させて、る場合だったら The man freaked her でいいですね。 Freak a woman out、 Freak her out という感じで、もう使えますし、はい、このフリークの後に人が来る場合ってですね、
っていう他動詞の表現もあり、そして自動詞で動揺するっていう風に言うので I freaked out. I freaked out. これでもうマジビビったっていう感じですね、っていう風に言える時もあれば、なんとなんと受動態でこういう時も言え、こんな感じでも言えます。 I'm freaked out、まあ、ここで切ってもいいんですけど、freaked out の状態だったよ、かなり動揺した状態にあったよ、ありますよ。で、受動態なので by the man、その男性によって、私は freaked out、動揺した、動揺する状況にあったといった形でですね、まずこの3パターンで、まあ、使いますね。でも私は、by the man というふうに最後こんなふうにこう文字数がすごく多いので、同じ意味だったらやっぱり他動詞の the man freaked me out の方が、いいですね、言いやすいです。ちょっとこう時制がちょっとバラバラでしたね、まあ、現在形だったら the man freaks me out で、今まさにもう今進行中で、動揺させてるんです、この男の人は私をもう今進行中で心臓バクバク動揺させてますっていう時は The man is freaking me out 進行形でも使っても全然 OK です。まあ私の今回の表現は、ちょっと変わった人に会ってドキドキなんですけど、やっぱなんかパニックになってる時とかも全然使えます。こう予想がつかない時、もう時間に追われてあーとかですね、もう精神的に余裕がないですね、精神的に余裕がないっていうことですよね、動揺するっていうのは。もうそういう時に freak out 使うので、これめちゃくちゃこうモネイティブ、こう日常会話で使っていますね。はい、ぜひ、この3パターンでね、いろいろこう一つの事象を3パターンで使ってみると結構しっくりとこう、来るので、Let's try ですね、使ってみてください。 OK, thanks for watching. Bye bye. Have a good day. Bye.